こんにちは今日の「俺からのアドバイス」罪罪悪悪感感を捨てろ罪悪感ちょっと難しい言葉「罪悪感」罪悪感というのは悪いことをしたなぁという気持ち。 人間はいつでも罪悪感を感じるような教育を受けている。これは教育、教育の問題。何かを間違ったり、少しでも自分が悪いことをするといつも親とか先生に謝れ、謝りなさい。 と言われるもちろん悪いことをしてしまったり人を傷つけたりした時は「ごめんなさい」と謝った方がいい。でも俺が言っているのは例えばそれが本当に悪いことじゃないのに「なんか悪いな多分他の人に迷惑かな 多分他の人に悪いかなと妄想して妄想というのは想像するということ悪いことを想像するということ妄想して多分他の人に迷惑だからやめようとかしない方がいいとかああ私は悪いことをしたしてしまったかもしれないしてないかもしれないのに かもしれないと思っている。ああ、俺は悪いことをしてしまった。俺は悪いやつだ。私は悪い人だ。そうやって生きるのはよくないですよということ。なぜか。それは、やっぱり自分に自信がなくなる。自分に価値がないように感じる。自分は悪い人間だ。自分は悪い悪い。そう毎日、 思うことは絶対ににくなないい次のフェーズに行けない自分が悪い人だったら人を助けることができないでしょだからまずは自分が悪いといつも思わないこと、ね、もちろん悪いことした時は謝ってもちろんあのその人が「あ大丈夫です」と言ったらそれで いいんですね誰かの足を踏んでしまったあごめんなさいいや大丈夫ですよこれで終わりああ僕は本当におっちょこちょいだ僕はいつもいつも周りの人を見てない今日も足を踏んでしまった今日も失礼なことを言ってしまったかもしれない今日もえー、悪いことを言ってしまった かかもしれないかもしししれれなないいでしょじゃないかもしれないでしょでも自分がいつも悪い悪い僕は悪い人だ僕は悪いことをしたそう思い続けるのは絶対によくない次のフェーズに行くため次のフェーズに行くために自分は悪いと思いすぎないこといや全然思わないこと悪いことをしてないのに 悪いことをしていると思わないことこれが大事何も悪いことをしてないでしょ今だから悪いと思う必要はない何も悪いことをしてないにもかかわらず自分が何か悪いことをしているような自分が何か悪いことをしてしまったようなそういう妄想がある人が多すぎるというわけで今日の俺からのアドバイスは 悪いと思わなくて大丈夫何もしてない時はね足を踏んだら謝ってくださいだけど何もしてない時に悪いと思う必要はない罪悪感を捨てろそれではアースタルビースト。さよなら